グッドモーニング YouTube。今日は森山記念病院渡来先生によります、ヘフペフ患者さんに対するエイフアブレーションの治療成績ということですかね。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。森山記念病院渡来です。今日は、ヘフペフに対するアブレーションの、効果ということで、1年半ぐらい前に実は、同じ内容でやってるんですけども、まあ、今回の論文も同じグループからの、オーストラリアのグループからの続報ということで、お伝えしたいと思います。で、まず結論からですけども、ヘフペフの AF に対するアブレーションは、血行動態を改善してくれて、まあ、約半分がヘフペフの診断すら外れてしまうということになります。非常に、なんていうか、印象的というか、衝撃的ですね。そうですね。ちょっと、まあ、ちょっと印象的にはちょっい。と書いたのもありますけはいど。はい。で、これが前回の、前回の場合は前向きの観察研究だったんですけども、ストール AF、ヘフペフという試験。まあ、N はすごく小さいので、しかも観察研究ということで、結論としては、その可能性があるということでしか書かれてませんけども、まあ、F にはヘフペフ合併の人が多いということと、まあ、ウェッジプレッシャー下げてくれて、BNP も下げてくれて、QOL が改善するのではないかと。で、特に、再発がなければ、その効果が大きい。まあ、再発があるとちょっとウェッジプレッシャーは、有意差なかったんですけども、そういう効果があるんじゃないかということを前回示しました。これ、やっぱりヘフペフの診断基準というか、が問題かなと思うんですけど、あくまで BNP の値とかで分けてるんですか？いや、このグループはしっかりですね、レストの、右心カテと、運動時の右心カテをやって、その値で、ヘフペフの診断をしているという。なるほど。まあ、そじゃあ、こちょっが、まあ、と今回そのも。病態的にヘフペフだということなんですね。あ、そうですね。はい。はい。で、今回の論文ですけども、まあ、前回は観察研究だったので、今回は RCT でやってみたというところです。で、前回も説明しましたけども、ヘフペフ、あ、まあ、心不全と、心房細動というのは共存していることが多くて、新規の、心不全患者さんを見ると、まあ、2、3割の人は AF を持ってますし、AF の人を、見てみると、心不全になる人が多いと。まあ、もう AF を持ってる時点で、まあ、前例とは言わないまでも、心不全ではないかなというふうに思います。まあ、FPF の診断の、中でも AF は重み付けが高いので、まあ、心不全合併しているっていうのは当然だろうなというふうに思います。やっぱりその AF になるとですね、心房の機能が低下しちゃうので、その BNP が上がったりとか、いうことが、まあ出てくるかなと思うので、まあそもそも AF があるけど HFF じゃないって人は、ただ単に AF の罹患歴が短いだけかなって思っちゃうんですけど、そこはどうですか？そうですね。まあ、そうだと思います。ただ、まあ、ここでも述べますけども、まあ、どっちが先かっていう話が、まあ、この前の吉田先生の砂防のスティフネスの話とかでも出てましたけども、まあ、結局は、鶏か卵かっていう話になってしまって、砂防不全が先に来て、心不全になっているのか、心不全があるから、線維化とかも起きて砂防不全を起こすのかって、まあ、この悪循環。まあ、どっちかっていう話が、まあ、結論は出ないと思うんですけども、まあ、ここが関わってんじゃないかなと思います。で、一方でアブレーションの効果っていうことを、話すと、まあ、キャッスルスタディ有名ですけども、まあ、これはヘフレフに対してですけども、アブレーションを行ってあげると、メディカルセラピー群よりも、予後がいいと、まあ、ハードエンドポイントで、いいというふうな効果、結果を示しています。で、リズムコントロールで見ても、イースト AF ネット法っていうので、まあ、リズムコントロールを行ってあげた方が、良がいいということが、まあ、最近は言われていると。で、カバナ試験でも、予後だけでなくて QOL も改善するということも示していますし、まあ、アブレーション自体は、まあ、心不全全体に関しては、予後すら良くするということが、最近の、まあ、論調になってきていると思います。基本的に、まあ、予後まで言えるっていうのは、ヘフレフの患者さんが多いですかね。そうですね。うん。はい、ありがとうございます。で、まあ、そうなると、ヘフペフはどうなるかという話に話が移っていくと思うんですけども、
最近では、まあ、SGLT2 阻害薬が、当然 HFpEF に効くっていうことが言われているのは皆さんご存知だと思いますけども。じゃあ、アブレーションをやってあげたらどうかという話で、まあ、このグループが、前から、そこにチャレンジしているという感じですね。で、前回の研究、ストール FPF では、運動時のウェッジプレッシャーが、アブレーション後に改善してきていて、QOL も下げられるということを示しました。で、特に再発がない青い方では、特に、ウェッジプレッシャーの改善。再発してしまうと、有意差がなくなってしまったということを示しました。これ、リズムに介入するといいっていうのは、あくまでもそのアブレーションでもう全然出さないようにするっていう方法論なのか、それとも、まあ、DC かけてその後、例えば、まあ、一群薬でリズムコントロールするっていうことに関する予後改善効果っていうのはどうですか？症状改善とか。まあ、ここには書いてなかったですけども、僕の印象としては、リズムコントロールでもいいと思います。まあ、AF ネットももちろん、アブレーションだけじゃないと思いますし、はい。まあ、そこもちょっと最後に、わかりました。加えさせていただこうと思います。で、まあ、本論文の目的としては、HFpEF の AF に対するアブレーション効果の RCT がないので、今回やってみましたということで、HFpEF のアブレーション群と、薬物治療群を比較しています。で、無作為前向きの、まあ、短毛犬ではありますけども、RCT を組んでいて、2018年から2021年、オーストラリアの施設で行われています。で、まあ、アブレーションをしてくださいと、リファーされた、これ前例だと思うんですけど、HFpEF の人、が、エンロールされて、まあ、その中で、まあ、PV もすでに行われている人や、弁膜症、心筋症がある人は除外されています。で、まあ、同意が得られなかった人とかも除外されて、結局31例が残って、16例と15例に分けて、アブレーション、無作為に分けて、アブレーション群が16例行われています。で、6ヶ月のフォローを持って評価をすると。今回もかなり少なくなっちゃいましそたうなんね。です。結局は少なくなっちゃうんですけども。で、メディカル群も最終的にアブレーションを行っているということです。で、この、試験に入る前に最適化フェーズっていうのを4週間設けていて、脈拍のコントロールと、血圧のコントロールを行って、まあ、うっ血があるようだったら利尿剤も使っている。で、最後の2週間は、その薬剤を変えないということになっています。どこで一番患者さん脱落しちゃいましたかね？一番は、そうですね。意外とリフューズされてるんですかね。243例スクリーニングして171例初めにエクスクルードされてますが、あ、そうですね。はい。ロープはロ、ロープローバ、プロバビリティっていうのは何だろう？い。これは、検査が行えないとか、言語がわからないとか、まあ、そういう人たちもいたということですね。で、パワーとして一応56ぐらいあればっていうふうに、論文には書いてありました。まあ、それもちょっと足してないのかもしれ全然56ないけどな。31例しかいないけどね。で、まあ、先ほどもご指摘あったように、FPEF かどうかっていうのは、ちゃんと、侵襲的な治療、検査で、エンロールしているっていうところが、まあ、一つ、この論文のポイントではあります。これっていうのはもう確立されたものですか？安静時のウェッジプレッシャー15以上、運動時そうです10ね。これはガイドライン通りだと。以上。ガイドライン通りなんこでれすヨね。ーロッパの方ですけども、はい。わかりました。で、アウトカムは、プライマリーが、まあ、前回の観察研究もそうですけども、結局は予後まで、ハードエンドポイントまでは見てないんですよね。まあ、出なかったからかもしれないですけども。で、ベースラインから6ヶ月までの運動時の、ピークの、ウェッジプレッシャーの差。それからセカンダリーとしては、こちらもピークのウェッジプレッシャーの差。ピーク VO2、QOL、BNP、それから、HFpEF 診断を前後で行うということで、それから不整脈がないことということを、調べています。で、ベースラインですけども、こちらがアブレーションで、こちらが、メディカルセラピー。平均年齢は66ぐらい、全体ですね。全体で66歳ぐらい。で、持続性が8割。で、チャズバスクは、平均で3点ですけれども、群換差はありません。
で、エコーの指標としては、LA ボリュームインデックス。まあ、これも吉田先生が言ってますけども、これは46ぐらい。34以上はあれですっけ、基準なので、まあ、結構大きいなと。で、EF は50%以上エンロールしているので、59。で、EBI プライムは、中央値で9.5。これも群換差はありません。なんか拡張を機能が割と保たれてる人が多いですよね。そうですね。一応、AF の罹患期間も、8割持続性でしたけども、一応3年以内ということだったので、まあ、それもあるのかもしれません。ちなみに後で出てくるかもしれませんが、メディカルアームのお薬治療っていうのもありお薬、ます。じゃあ次出します。はい。一応こんな感じで、抗不整脈薬、まあ、ベータも含めてだと思いますけども、67%が入っていて、で、まあ、抗凝固は9割以上が入っているということです。それから QOL の指標が4つ取られていて、リズムモニタリングは、ループレコーダーやデバイス、それからこの、フリークエント ECG というのは、まあ、ポータブルみたいな ECG があるみたいなんですけど、1日2回取るっていう人たちがいたと。それからホルターやってる人、まあ、これも、まあ、一応ばらつきはありますけども、群換差はないという。これ、メディカルアームの方が特に濃厚にお薬治療されてるってわけでもないですし、そうですね。逆にアブレーションアームの方が、ベータブロッカーはかなり多めっていう感じにもなってますね。そうですね。はい。まあ、一応、まあ、許さないというところですかね。で、NT プロ BNP、BNP は、まあ、650、140ぐらいということで、それ以外の右心カテーテルの値や、CPX の値も群換差はありませんでした。で、ここからが、アブレーションを行った前後、最初のベースラインと6ヶ月の比較ですけども、エコーの指標では、サボ指標を含めて有意差がありませんでした。で、差があったのは右心カテーテルや、BNP だったり、BNP、アウトプット、それから、ウボーアーツ、ピークの、運動時のピークのウボーアーツ、それから運動時ピークのベンチプレッシャー。は、こちら左側はアブレーション後に、まあ、改善しましたというところを赤くしましたけども、それと、メディカルアームとの比較で、6ヶ月後の、比較で、大きく変わってたのは NT プロ BNP と、運動時のピークのウェッジプレッシャーでした。ここから分かることは、だからその6ヶ月でしたっけ、これ。そうですね、はい。6ヶ月ぐらいだとなかなかその、リズムを戻しても、リモデリング、サボのリモデリングっていうのはなかなか得られないけれども、はい。結局 AF のリズムとサイナスリズムだと、こういう、まあ、圧の変化っていうのはかなり鋭敏に変わってくるってことなわけですよね。そうですね。はい。はい。まあ、6ヶ月でも変わる部分もこうあるというのは、むしろちな良みい。に、これ、リズムの補正っていうのはしてあります？リズム、だからつまり、はい。アブレーションアームの人がサイナスで、メディカルアームの人が AF っていうわけでもないんですよね。あ、もう、ごめんなさい。はい。アブレーションアームの人がサイナスで、メディカルアームの人が AF っていうのが大半ってことでいいですか？はい。あ、そうですね。はい。で、これ、同じ図で示すとこんな感じなんですけども、まあ、アブレーション前後で、優位にさ、改善したのが、運動時のウェッジプレッシャー、それから NT プロ BNP。で、6ヶ月の、メディカル群との比較でも、差があったのが、この2つということでした。安静時のウェッジプレッシャーってどうですか？安静時は、ここには書いてないんですかね。レスティング、そうですね。はい、ちょっとここには書いてないんですけども、サプリもあったかまあ、でもレもしれない。はい。スティングの時のアウトプットは増えてるんですね、やっぱりね。そうですね。で、次に、CPX のデータと QOL ですけども、まあ、同じくピーク VO2 などは、アブレーションで改善していて、運動負荷量も改善です。で、QOL のスコアも大方、改善しているということです。で、メディカル群と比べると、この、体重補正したピーク VO2 が特に、改善しているのと、ミネソタの心不全 QOL スコアが改善しているということでした。
まあ、これも図で示しただけですけども、繰り返しですけども、ピークの、体重補正した VO2、それから、QOL のスコアが、改善しているということを示しています。で、まあ、これが面白いなと思ったんですけども、FPF の診断が外れるかどうか。そうですね。一応、アブレーション群もメディカル群も全例 FPF という診断がベースラインではついていますけども、6ヶ月後には、メディカル群では1例だけは外れましたけども、アブレーション群では半分、8例が FF の診断が外れているということになります。で、それを再発ありなしで比べてみると、まあ、再発なかった人の方がやっぱりその確率が高いと。ことになります。まとめると、運動時の、ピークベンチプレッシャーの減少と、まあ、先ほど言っていただいたように、まあ、アウトプットも改善している。それから BNP の低下、運動体温能の改善、QOL スコアの改善、そして、AF アブレーション後の、50%程度の、この運動負荷をやっての基準による脱 FPF ということが、まあ、大きな、まあ、結果になります。で、ディスカッションでは、まあ、バックグラウンドでも述べたように、FPF と、AF というのは、まあ、関係性を持って、関与し合っていますけども、まあ、時間軸で見ても、まあ、FPF は当然進行していく、それから AF も進行していくというところで、まあ、そこに砂防の、機能っていうのが、関わってきていると思うんですけども、それがだんだん悪くなって、まあ、リモデリングですかね、が起こって、だんだんその、機能が悪くなっていく。それでいろんな、用語だったり、運動対応のだったりが下がっていく。ということが示されています。で、前回示した、ストール FFF という試験で、まあ、F が再発なければ、それが改善できるんじゃないか。再発があると逆に悪くなっちゃうんじゃない、悪くなるというか、戻ってしまうんじゃないかということが示されたので、今回、それが、ちゃんと効果が出るかというところを示したという感じになります。で、まあ、ちょっと話がずれますけど、SGLT2 阻害薬も AF がある人にも効果があるということを、サブ解析で言っているので、まあ、ここに何か、FPF の治療の何か、光明が見出せるのではないかということが、考察で書かれています。で、AF のアブレーションの血行動態の影響というのは、まあ、当然あって、まあ、AF だから、サボ機能が、まあ、これも吉田先生がよく言っている、ストレインですかね、LA のストレインのところが悪くなって、ウェッジプレッシャーが上がって、心室機能も下がっていくということが、言われていますけども、これがある一定のところまではリバーシブルなので、ここで治療をしてあげると、戻せるんじゃないかということを、言っていて、まあ、それがアブレーションなのか薬物なのかわかりませんけども、一定のところまではリバーシブルだと。もう、リバーシブルになってしまうと、なかなか戻せないということを言っています。で、ミクロで述べているところもあったんですけども、リズム不正があると、サーカ、受容体ですかね、の、ダウンレギュレーションが起きているということが、まあ、分かっているみたいで、それが拡張障害につながると。なので、この部分を改善してあげること、まあ、つまりリズム不正を直してあげることで、ここが改善するんじゃないかなというふうに考えられます。これ、拡張障害っていうのは、差質の拡張障害ってことでいいですか？これは、サボも含めてだと思うんですけども、心房の拡張障害っていうのはあるんですか？心房もあるんじゃないですかね。なるほど。何で見ればいいんだろう？いや、ストレインじゃないですか。わかんない。ス精トレ神イン科なでのすか。けど、よくやってる。はい。ストレイン、スティフネスですかね。はい。まあ、リミテーションとしては、まあ、短毛犬であることで、まあ、患者さんは、自分がどっちでわかっているので、バイアスがあるかもしれないということと、フォローアップ期間が6ヶ月と限定的。まあ、ご指摘のようにサンプルサイズは小さいというところになります。ただ、まあ、本試験の特徴として、まあ、しっかり、侵襲的な血行動態の検査が行われていて、まあ、CPX も行われているので、包括的な機能評価が行、
できていて、それがカテーテルアブレーションの利点の情報提供になっているということが述べられています。まあ、これがセントラルイラストレーションになります。で、ちょっと蛇足なんですけども、これ前回も示したんですけども、まあ、自分のところで、アブレーションやっている、直前というか、カテが入ったところで、一回、右心カテやって、で、アブレーション終わった直後にも右心カテやってるんですけども、実は AF からサイナスに戻せた人は、エッジプレッシャー下がると。で、これ、まだ前回10レーグだったんですけども、今、何例か溜まってきていて、まだ途中ですけども、これ見た目にはあんまり下がってなかったのかなと思ったんですけど、一応 T 検定かけると下がってるっていうふうになっていて、まあ、いわゆる、まあ、本当に超短期効果ですよね。リズムが変わっただけでも、ウェッジプレッシャー下がると。で、これサイナスからサイ、まあ、パフの人なんかサイナスからサイナスですけども、実は有差ないので、まあ、まあ、これだけではちょっと言えないですけども、まあ、短期的効果と、まあ、さっき言うような受容体なんかは長期的効果だと思うんですけども、も含めて一応アブレーションの効果があるんじゃないかという、自分なりの考察をして終わりたいと思います。以上です。はい、ありがとうございました。今日はジャックハートフェイラーですかね。で、同じグループの元々の後ろ向き解析っていうのを、少数例ではありますけれども、前向きの体毛研の RCT でメディカルグループと、PV アイソレーションですかね、基本的には。はい。あ、ごめんなさい。ボックスをやった人たちもいます。ああ、こうそういっですてか。ますなね。るほど、なるほど。カテーテルアブレーションでサイナスに戻そうとする治療っていう2群を比べたところ、まあ、半年間という結構短いフェーズで、まあ、圧のデータですかね、がかなり良くなっていて、で、患者さんの症状っていうのも、まあ、良くなっていそうだというようなことだったと思いますけども、やっぱり非常に興味深いのは、もうヘフベフの診断から外れられる人がいるっていうことは、極めて興味深いですよね。で、リミテーションのところに、まあ、短毛研だったっていうのが書いてありましたけれども、まあ、やっぱりこの筆者たちが強調しているように、今回、非常にその客観的な指標で血行動態も見ていて、まあ、それが事実なわけだと思うので、これは非常に、リアルな意味で意味がありそうですよね。で、まあ、安部先生からですけれども、やっぱりこのメディカル群がどれだけリズムコントロールを真面目にやったかが気になりますよねっていうことなんですけれども、そうなんですよね。メディカルグループがちょっと、なんか、あんまり濃厚じゃなかったかなっていう気がするんですけど、そこら辺に関してはどうですか？そうですね。薬物のとこですかね。そう、薬物のとこ。はい。まあ、何を主要に取ったかわかんないですけども、まあ、最適化フェーズのところでは、レート、まあ、100以下にするということが言っているので、まあ、それを多分、引き続きやったと思うので、そういう意味では、まあ、100以下には、レートコントロールという意味では、やったんじゃないかなと。まあ、とはいえ、ベータブロッカーも、アブレーショングループの方が多かったりして、まあ、確かに、安部先生の指摘はまあ、もっともだなと思そういですね。ますけどね。これ、サイナスリズム、6ヶ月後の検査の時にサイナスリズムだった人の率っていうのが分かります？AF ですか？AF。AF だと半分ですかね。再発が半分になっちゃうので。ということは、16例中、8例は、まあ、一応再発ありの方で分析されている感じですかね。なるほど。じゃあ、16人、そのアブレーショングループやって、8人は AF だったんですね、半年後は。そうですね。まあ、ああ、前回そう。もそうですけど、ちょっと再発多いねっていう話。多いですよね、確かはい。にね。まあ、結構。で、メディカルグループはもう15人中14人が AF のまんまだったってことですか。あ、そうですね。はい。そうですよね。まあ、そうだとしたら、まあ、このぐらいの8例対14例っていう、まあ、わずかな差でも、これだけ、まあ、平均値で、まあ、ウェッジプレッシャーであるとか、カルディアックアウトプットに差が出るっていうのは、
非常に興味深いですよね。で、かつ、まあ、再発しちゃって AF のままのリズムの人っていうのは、まあ、効果が得られなかったということを考えると、やっぱりサイナスリズムっていうのが、FF 患者さんにおいても良さそう、重要だというか、まあ、大事だということになりますよね。これってどのくらいの期間、サイナス、AF の人サイナスに戻しておけば、サボのリモデリングっていうか、リバースリモデリングもできそうですかね。そうですね。まあ、今回の試験では6ヶ月っていうふうに見てますけども。そこ6ヶ月だと、やっぱりその施術、まあ、解剖学的にはちょっと変化はなさそうだったわけですよね。そうですね。で、あと、まあ、ブランキングピリオドの回でも言ったと思うんですけども、まあ、一応、まあ、やっぱりそういう意味があって、3ヶ月っていうふうにやってるのも、いう意味もあって、また、あと、浮腫が。少しアブレーション後の浮腫が戻ってくるっていうのもやっぱ3ヶ月ぐらいということを考えると、まあ、3ヶ月ぐらいっていうのは、機質的、機能的にもちょっと戻ってくるんじゃないかなというふうに思いますけども。3ヶ月？でも今回半年見あ、てる今し。ヶ月は、今回は、今回の試験では半年で、再評価しそうですよね。でも半年見ても、やっぱりサイズ的には変わらなかったわけですよね。メディカルと比べてね。ます。サイズ的に。え？サイズ。そう、サボのサイズとそか。うですね。そうですね。まあ、ヘフレフの患者さんだと、やっぱりこういうアウトプットとかウェッジプレッシャーって、まあ、かなり致命的になっちゃうと思うので、これまでの試験の結果通りですね、まあ、モータリティとか、まあ、心不全の再入院っていうのもかなり大きな影響を与えそうではありますけれども、HFpEF 患者さんのはクリニカルアウトカムっていうのはどうですかね。これ、まあ、理論的には良さそうってことが、まあ、今回分かったわけですけど、じゃあ、予後になるとどんな感じですかね。そうですね。まあ、予後に関するものはあまり書いてないんですけども、まあ、今回、半年の評価なので、追ってないっていうのもあるかもしれないですけどそうも、だこれね。が長期的にこの人たちが、このグループがまた追っかければ、何かしら出てくるかもしれないですけども。これまでにヘフペフ患者さんに対するその AF のリズムコントロールで予後を改善したっていうデータってほとんどなかったんじゃなかっ一応、たでしそうょうですか。ね、ないと思います。そうなんですよね。で、まあ、白谷も言ってますけども、まあ、理論的には、まあ、モータリティを変えうる可能性があるけれども、まあ、その前に結構高齢の患者さんも多いので、まあ、他の心外のですね、まあ、理由で亡くなっちゃったりするっていう方も結構いらっしゃるっていうことなんですかね。今回、おいくつでしたっけ？平均年齢今回は。は66ぐらいですあ、ね。若いですはい、ね。今な回、るまあ、アほブレーションを受けるっていうこともあって、多ど。分すけどで、も。AF の利病期間が3年未満っていうのは条件だったんでしたっ条け？件ですね。はい。あ、そうか。なるほど。だから結構早期介入ですよね。そうですね。はい。あとはだから、まあ、イリバーシブルなポイントオブノーリターンがどこかっていうことが非常に、大事なところだと思うんですけど、それは何で見ればいいですかね。サボンのサイズですかね。それサイと聞いた方が。ズ、そうですね。まあ、あとは、まあ、やってからの結果論になりますけども、マッピングして、どれだけ、線維化がどのくらそうでいすね、傷ついて進んるでかるっていか。うのを見るっていうところですかね。ちなみにそのカットオフはどうですか？そのどのくらいに線維化が広がっちゃってたらもうダメですかね？そうですね、なんか、アブレーションというか、不整脈の方の論文見れば出てくると思うんですけど、ちょっと今回は調べてないです。なるほど。最近僕もですね、結構軽食までやって、OAC 導入した後にですね、砂防が結構大きい人でも DC かけると、まあ、サイナスに戻る人は、まあ、結構多くてですね、そうすると意外にその症状もちょっと良くなったっていう人も中にはいらっしゃるんですよね。短期の、症状の改善っていうのもありますけれども、やっぱりどうしてもその後の、メンテナンスをどうするかっていうのがやっぱりちょっと問題ではあって。まあ、ヘフペフ患者さんであればですね、一群薬で、その後の維持、サイナス維持っていうのをやってもまあいいかなとは思うんですけど、それでもみんながみんな、次の外来の時にはやっぱりまた AF になっちゃってたりするし、ヘフレフ患者さんだともうアミオドロンぐらいしか使えないかなっていうところだとは思うので、やっぱりこのカテーテルアブレーションっていうのは、かなりその、早期の段階にやって、おすすめするっていうのが、やっぱり良さそうな感じしますよね。そうですね。本当、
まあ、やってみないと分からん、止められるか、うん。維持できるかどうかっていうのは分からない部分もありますけども、まあ、やって止まる人が結構いるの印象もありますので、そういう意味ではやってあげるっていうのはとてもいいかなと思います。持続性の、まあ、パーシステントの AF の人にアブレーションしちゃうと、サイナスがもう全然出なくてペースメーカーになっちゃう方ってどのくらい実際いらっしゃいます？そうですね。まあ、やっぱり高齢だったりする人が多いですけども、まあ、サイナスの機能も落ちていて、終わった瞬間にジャンクションだったり、そうだよね。ブラディだったりしそまれっす。てその PVI っていうか、まあ、アブレーションの術前に何かチェックすることでできるんでしたっけ？術前に、なかなか難しいかなと。まあ、心電図を見て、やっぱり F 波が高い、低いで、まあ、もう結構ロングスタンディングになっている人は、ブラディになりやすいなっていう印象はありますけども、そうですね。必ずしもっていうことではなさそうそうだでとすいうね、ことと、例えばそのチャレンジテストみたいな感じで、再発だとか、まあ、あとはそういうサイナスの機能っていうのを見るためにですね、DC1 回かけてみるっていう方法論も成り立ちます？それはありだと思いますし、なるほど。ね、長谷川先生も DC はまずかけてあげると用語がいいっていう論文も発表されてたそうので、あで。りましたね。はい。なので、まあ、DC もリズムコントロールという意味では、まあ、悪くはないんじゃないかなと思いますけど。なるほどね。最後に SGLT2 阻害薬とのお話がありましたけど、あれってのはどういうふうに解釈すればいいですかね。もう一回見せてもらっていいですなのか。で、まあ、サボの、まあ、リモデリングを止めてくれるというか、リバースリモデリングを期待する。差し出すだけじゃなくて、サボに関してもそれが、やってくれるなら、まあ、メディカルとしては SGLT2 も有効なんじゃないかなどうと。いうメカニズムでそメれを。カニズムはわからないですけども。ただこれがまあデリバーの。AF があっても、効果はあるよというような。デリバー40%以上でしたっけ、これ。そうですかね。はい。だからまあ、本当の、まあ、意味でのヘフペフではないっていうことと、まあ、今回は潔く50%多分以上っていうヘフペフ患者さん扱ってますよね。そう、だから、本当にその左室の収縮力が保たれているヘフペフの AF って、また意味全然違うかなって思いますけどね。わかりました。まあ、SGLT2 阻害薬も使いながら、で、抗凝固をしっかりして、で、早い段階で AF をまあディテクトして、まあ、それを焼いてあげる。まあ、これは今回はまあパースシステントの患者さん多かったと思うんですけど、パフでもまあ成り立ちますかね。そうですね。まあ、そういう意味では、今後の、アシステンスになりつなるだろうという人たちに、パフデモの段階でやってあげるというのは、意味あるんじゃないかなと思います。原則的にはやっぱりその症状、動悸の症状があるようなパフの患者さんでそんなに頻度が高くない人は、やっぱりまずはお薬からでいいですか？それともやっぱり早い段階で、アブレーションをお勧めするのがいいですか？そうですね。どうですまあ、いろんな試験が出てきているので、AF ネットとかも、早期でっていう書き方だと思うので、そうでまあ、すよ早期にやってあね。げるっていうのも意味はあると思いますけど。なるほど。わかりました。はい。ありがとうございました。ということで、最近のですね、吉田先生の、右心房の拡大による、まあ、TR のお患者さんっていうのも、やっぱり AF が悪さをしてそうだっていうこともありましたし、まあ、これからどんどんですね、やっぱりアブレーションを見つけたらすぐに焼くっていう時代に、ますます突入するのかなっていうことを、まあ、今日のですね、前向き試験、小規模ではありますけれども、また教えていただきました。ということで、今日もコロナに気をつけて、いってらっしゃい。